2番、または、獅子の騎士は、1170年から1181年頃に、かけて、クレティアンド・トロワにより著作された、三文騎士道物語であり、アーサー王伝説を主題にした5作品の一つである。以下のあらすじは、田中仁志彦著、ケルト神話と中世騎士物語、高いへの旅と冒険及び英語版ウィキソース等に、収録のウィリアム・ウィスター・コンフォート役のテキストによる。 アーサー王の騎士、カログルナンから、以前ブロセリアンドの森の奥の大遺跡の石畳に囲まれた不思議な泉を訪れ、そこで黒馬にまたがった黒い鎧の騎士、エスクラドスと戦い破れた、という話を聞いたイヴァンはあだウを思い立ち、ブロセリアンドの森に赴く。イヴァンは途中で墳墓の上に座り、棍棒を持って、 野生動物を見張る黒い醜い男から、不思議な泉への道を教わる。イヴァンは教わった通り、泉の水を汲んで石畳にかけると、突然雷鳴と共に、嵐が起こる。やがて嵐が闇平穏が戻ると、黒い鎧の騎士、エスクラドスが黒馬にまたがって駆け寄り、イヴァンに襲いかかる。イヴァンはエスクラドスを破り、重傷を負わせる。エスクラドスは、城に逃げ返り、 イヴァンは追いかけ場に入るが、入り口の鉄格子が落ち閉じ込められてしまう。その時、かつてイヴァンに恩を受けたことがある、エスクラドスの妻ローディーヌの次女リュネットが現れ、姿を見えなくすることができる魔法の指輪を渡す。かくてエスクラドスは、生きたえ、髪かきむしって、悲嘆に暮れているローディーヌを一目見たイヴァンは、未亡人に恋してしまう。イヴァンは、リュネットの知略によって、ローディーヌをめ取る。 イヴァンは、ローディーヌと共に幸福な生活を送っていたが、アーサー・王の一行と共に城にやってきた。ゴーバンは、ローディーヌを残して、遍歴の旅に出発するよう巧みな弁舌で、彼に説得する。ローディーヌ彼が一年後に帰るよう条件を出し、もし期限を一日ちでも過ぎるようなことがあれば、私の愛は憎しみに変わるでしょうと、禁止を言いながら同意する。 やがてイヴァンは変歴の騎士としての功績に高揚し、妻の元に戻るという約束をたがえてしまう。イヴァンがアーサー・王の宮廷で、これに気づいた時、黒い馬に乗った貴婦人がやってきて、彼を激しく罵しり、二度とローディーヌの元に来てはならぬと、命じ、指輪を返す。イヴァンは悲嘆のあまり発狂して、裸で原野をさまよい、生肉を喰らう生活をするようになる。 イヴァンは気を失っているところを通りすがりのノワイゾン夫人によって発見される。以前夫人が陽性モルガンにもらった薬で治療し、イヴァンは正気を取り戻す。その後、イヴァンは癒された返礼として攻め寄せてきたアリエル伯爵と戦い、夫人の領地と城を取り戻す。ノワイゾン夫人はイヴァンに夫として城に泊まる。 よう懇願するが、イヴァンは再び遍歴の旅に出て、ローディーヌを取り戻す方法を探求することを決心する。イヴァンは旅の途中で火を吐くオロチと獅子が戦っているところに出くわす。イヴァンは問答の末獅子に加勢し、オロチを倒した。これに恩義を感じた獅子は、イヴァンと行動を共にするようになり、イヴァンは獅子を連れた騎士とだけしか名乗らなくなる。冒険の旅の都じ イヴァンに突がせられたローディーヌの不況を買った、リュネットが告発によって捕らえられ、家計に処せられることになり、その無実を証明するためにイヴァンは、覆面をつけて馳せ参じて告発した三人の騎士たちと、決闘することになる。イヴァンは決闘して、深手を追いながらも告発者たちを倒す。覆面の騎士がイヴァンであることを知らないローディーヌは、イヴァンに、傷が癒えるまで城に止まるよう言うが、 私の愛する貴婦人が私に対する怒りを捨ててくれるまでは、私は変歴の旅を続けなければなりませんと言い残し、立ち去る。イヴァンは冒険に冒険を重ね、ある日決心して不思議な泉に立ち戻る。そこに現れた、リュネットに鳥なしを頼む。リュネットは再び知恵を巡らし、ローディーヌに、この泉を守護できる者は獅子を連れた騎士だけだが、彼を説得するためには、 その愛する貴婦人が怒りを捨てなければならない、という。ローディーヌは、自分がその人の怒りを鎮めるよう努める、と答える。デュネットは、ローディーヌにその言葉が虚偽でないことを誠意物に誓わせる。デュネットは獅子を連れた騎士がローディーヌの夫であったことを、明かし、再び自虐を用いて二人の復縁を取り持ち、二人は、完全なる恋人となる。ありがとうございます。